代々木パーキングエリアから、首都高を回っていきたいと思います。今日はすごい暑くて昼間35度を超えたとかなんだとかいう話があって、で今外夜でもめちゃくちゃ暑いんですけど、これでオープンでどうなるか、オープンを快適に過ごせるのかっていうのを試していきたいと思います。今回の、テーマはそんな感じです。で、多分もう答えは出てて結構いける。エアコン窓を両方の左と右の窓を閉じてるとエアコン結構滞留します。でオープン感もまああるんで、いやーオープンしてるな、俺首都高オープンしてるなっていうのは確実に今後も楽しめそうなだと思います。夏になってもちょっとこれからさらに温度が上がるとは分かんないですけど、まあ多分例年高くてもまあ、37とか行きたし、明日37らしいんですけどね、そうなったらどうなのかって感じですけど、であとは画像貼れたら貼りますけど、 GoPro も熱対策をしてちょっと放熱フィンみたいなのを貼ってみたんで、それもどうなるか、まあ、一周して可能であれば途中でレインボーブリッジ回って、で帰りの新宿のなんかすごい新宿出口のすごい坂を取れればすごい嬉しいなというふうに思ってます。で今日は内回りで行きたいので、ちょっと右の方に車線変更したいんですが、できるかな、ちょっとこう車線変更したいよって出してみて、あ、行けた、ありがとう。でやっぱ首都高ちょっとずつ慣れてきましたけど、事前に行きたいなって方向に結構手前から車線変更してないと辛いですよね、なかなか。あ、事故が今日もあったみたいで、オープンだとこの事故のこの事故を知らせるこの赤いやつの匂いがやばいんですよね、ちょっと残念なところではあるんですけど、あ、でも僕も交通安全に気をつけて、運転していきたいと思います。いや、この東京の中心部に入ってくる感、この入ってくるところの景色みたいな、夜景みたいなのかっこいいですよね。でここの分岐を、今回は内回りなので、右側に行こうと思います。一周してその後もう半周ぐらいした後にレインボーブリッジ行くみたいな、そういう計画です。あ、レインボーブリッジじゃないや、レインボーブリッジの前に辰巳方向行くんでした。でもこのぐらいの温度になってくると、まあ正直屋根閉めた方が快適ではあると思います。僕まだ半年もロードスター買ってから経ってないですけど、半年1年経ってきたらこういう日は屋根閉じるんだと思います今は屋根開け続けたいので、おっと、車線変更か、難しいよ、首都高難しい、 OK、 いやー、なんとかなったと思います。やっぱ8時超えるとだいたい首都高車通り減るので、僕みたいな初心者でもまあなんとかなるかなという感じです。ちょっと合流で相手を待ってあげろうと思ったら、あうんの呼吸が通じませんでしたなかなか合流まだまだむずいです。まあ、事故にならなかったからセーフってのはありますけど、もうちょっとこう機敏という機微というか、相手の運転手がどういうことを考えているのかっていうのを読めるようになっていきたいですね。まだまだです。やっぱドライブ始めても、まあ、運転始めてもまだ10分ぐらい最初の、まあ、やっぱちょっと緊張しちゃうみたいな、だいたい首都高半分ぐらい回ってくるとだんだん楽しくなってくるんですけど、それまではちょっとどこかぎこちない感じで運転を続けることになります。
まあ、こっち寄ってるけどどっかのタイミングで、あ、まあまあ一周は一周するんだ。だから最初の一周は普通にこの内側の方、左側の方を回ってればよしと、これでちょっと調子をつかみつつ運転していけばよいと。おうおうおう、合流すか合流すか合流すか。あ、工事。あ、夜の首都高結構工事多いんですよね。あ、右側、工事中右側、はあ、右側っすか。じゃあちょっと右側に行っときますね。今回は割とスムーズに車線変更することができました。もうなんかこういうレベルの低いことでドキドキしちゃうような初心者なんですよ。こうそういう人向けの動画って割とないんじゃないかなと思っておりまして、なんか、そういうのをあの正直にやっていければなと思います。なんであれ止まります。はあ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 、すごいな。あ、まっすぐだと羽田線とかそういうこと。あ、いや、あれは多分ただ単に箱崎方面ってだけで箱崎出口じゃないのね。出口でもその箱崎方面っていうか、まあ箱崎方面は箱崎方面なんですけど、だめだ、うまく説明できない。まあ、とにかくまっすぐ行くと羽田行っちゃうと。だから普通に一周したかったらこっちと。これみんななんか右側行ってるけど左車線で、ああ分かった、これ右側に移動してないと死ぬやつだ。ああ思い出してきた、なんかこれ2車線同士で合流するやつなんですよ確か。ああ無事に車線変更できました。そう、左のまま走ってるとこの Y なんか東京高速道路みたいな、ちょっと名前忘れましたけど、なんだか首都高の微妙に違うやつに行っちゃうんですよね。あれはまだ行ってないです。で、行ってもなんか別に嬉しくもなさそうなんで、今後もしばらく500回になることはないと思います。普通に首都高を普通に回れるのが目標です。しばらく目標です。まだまだ修行足りないと思います。いやでもこうやって喋りながら首都高を回れるようになったってだけでも だいぶ進歩したなって気がおっとしますよ。あ、1キロ先また右側とはいえ右側が、あ、いや行けるか。おっと、後ろにから車が来てないのでこのまま早めに車線変更 OK です。ちょっと渋滞気味ですね。あら渋滞しちゃった、あら渋滞しちゃった。ちょっと渋滞の最後尾になった時はハザード点灯させろみたいな話を聞いたんで今やってみたんですけど、やった瞬間にあの別に後ろに車いるってことに気づきました。あんま意味ないというか、多分どっちかっていうとダメだったのかな、かなか難しいです。おー、なんだこの渋滞。まあ工事渋滞なんですけど、もうこれでなんかあの GoPro 熱でやられそう。あの GoPro を冷やすにはあの車、今車に車載で設置してるんですけど、車を走らせることによってその走行風で冷やせるというのがありまして、こういう感じで渋滞に巻き込まれるとどんどん熱が上がっていくんです。なんで今日はひょっとしたらダメかもしれないです。おっと、入りたいと。で、僕ジェントルマンなんで入れてあげますよ。偉いな、偉いな。いや、ジェントルマンなんで入れてあげました。お、サンクスももらえました。1いいねもらえました。お疲れ様です。1いいねもらえました。今日のドライブ1いいねです。すごい中途半端なところで言うんですけど、今日は幡ヶ谷から入って、新宿で出るっていう、最近開拓したあのルートです。結構好きです。あの気に入りました。あ
の代々木パーキングエリアでちょっとあの出発時に出発直後にちょっとあー調整した、車出ちゃったけど調整したいとかあるじゃないですか。あれができるってのはね、もう出発直後、出発してじゃああの幡ヶ谷 PA 入っ、幡ヶ谷ランプから入って、で代々木 PA ですぐちょっとそういう調整できちゃうみたいな、あれは本当いいですわ。もう基本そのこのパターンでもう今後行くと思います。ちょっと C2 をどうしても一周したい時とか、なんか久しぶりにそういう時に初台南とか富ヶ谷とか随分お世話になった出口を使っていくんだ、出入り口を使っていくんだと思います。お、箱崎見合ってた、箱崎見右だけど今回箱崎行かねえんだよ。あー、この週は箱崎行かないんだよ。あー、 C は、あー、間違った、間違った、あれ間違っちゃった、一周してから行く予定だったのに、まあいっか、まあこのまま箱崎の方行って、ちょっとどう行けばいいんだろうな箱崎の方行きつつ湾岸線こっちだよって言われたらそっち行けばいいんすよ。確か実はちょっと初めてのこうルートなんで、あー多分左だと、早めによいしょ、ここね、この箱崎前のこのシャッフルゾーンというか、いっぱいこのいろんな車があの車線変更しなきゃいけないところドキドキですよね。無理な割り込み危険、いやもうね難しいから、そうみんなそうしたいんだよ、みんな無理な割り込みなんてしたくないんだよ、もうこの道がびっくりなんだよ、もういや慣れていくしかないですね。ということで深川線こっち方面はあの初めてですね。あのなんだっけ、逆側からあの何 PA だっけ、出てこないや、あの走り屋さんがいっぱい集まるところ、辰巳高校から箱崎にはありますけど、箱崎方向から辰巳方向は今回初めてですね。でこれも湾岸で回っていく予定なんで、もう早めに右車線に移動しちゃって、まあ、多分いいんだと思います。無理をしないで行く先のことだけを考えます。車後ろから来てない、ありがたい、やったぜ。いやー爽快、これ多分左右窓を開けたらあのエアコン対流しなくなるんで、もうめっちゃ辛いと思います。なんかあの上から漏れてる空気でもうダメな気がします、もうこれ。おおお、はいはい。でこれでこれまっすぐでしょ、湾岸線まっすぐ OK、 湾岸線まっすぐ OK、 まあ首都高も大体3ヶ月ぐらい回ってたらだいぶ慣れてきましたね。今多分前のカーシェアで借りてた車で回っとこう練習してた時から数えて多分半年ぐらい経ってると思うんですけど、さすがに半年経ってくると、あ、大体この辺通ったなみたいな道がだいぶ増えて、ここも多分前通りましたね。これが右に行くと湾岸というか横浜というかあっち方面と、なんでこっち行きますと。お、はい、 OK 行きました。はい、辰巳ジャンクションで、これがどっちだっけな、どっちかから合流するんだけど、どっちだっけな、右だった気がするんですけどね、右だった気がするんだけどな。いやー道誰もいない、最高、誰もいないジャンクション、道広くてぐるーんってね、いやーもう
湾岸線のここら辺の、街並みも超かっこいい。メトロシティって感じ、わかんないけど、メトロシティの意味わかんないけど、これはなんか割と早めにスッと行って合流した方がいいパターンかな。結構団子に、あ、でもこれ合流しなく、無理して車線変更しなくてもいいやつじゃね。まあいいや、車線どうなるか。あー、これいいやつ、あ、いいやつだ。あれ、あ、ダメなやつ、あぶね。割とギリギリ許されるぐらいのタイミングで車線変更できたと思うんですけど、すいません、もっと早くしたい、すいませんでした。もっと早くできるように道を覚えていきます。で、これでやってって、あれ、これでどっかでえ、もうダメ、いや、まだでしょ。どっかでなんだっけ、何 PA だっけ、芝浦 PA を目指すんだ。そうするとレインボーブリッジ、あ、レインボーブリッジマークあるじゃん。レインボーブリッジマークが、上に出てきたので、ここですね、銀座方向左と11号線。11なんだ、本当東京の中心だけど何本道あんだよ、何本高速あるんだ。おおおお、やっぱ結構大型車用通るとまだまだちょっとビビりますね。で、ここでウインカー出して、はい、行きました。で、あとグイーンと。で、これがどっちだっけな、どっちに合流するんだっけな、忘れた。右車線か左車線か、当たりどっちだっけな。まあ、車少ないんでどっちであったとしても多分対応はできるんですけどね、なかなか怖い。多分左側に寄ってった方が、はい、寄りました。いやー、かっこいい。いや、このレインボーブリッジだけはもう、あの、撮影よりもやっぱ本物見た方がかっこいいですよね。一応何本ももう撮影してますけど、いやー、この大きさだけはやっぱ体験して、うわー、でけえなー、首都高走ってるぜみたいな感じが、夜のね、これね、たまらないですよね。ありがとうロードスター。東京で車持つ唯一の楽しみ、首都高、こういう素敵な道を走れる、最高。まあ相当慣れないと大変ですけど、首都高慣れたらまあ面白い道だらけですよね。まあまあ怖い道とも言うんですけど。で、まあ今日はまあ普通に帰、このまま帰っちゃって、短くちょっとパーッと一周しましたぐらいでまあいいかなと思うんで、芝浦 PA にも止まらずこのままスーッと帰ろうかなと思います。で、これで回って、ぐるっと回って、あ、どっちで回ろうかな、あ、どっちで回ろうかな、まあ、そのまま内回りで来たから内回り継続するか、ということは右なんですよ。あーと思ったら右から車が、はよ行ってください、お先にどうぞ。で、行ったんで、まあ、ここら辺で車線変更しますって言って、車線変更するのは多分セーフ。で、ここで合流して右に行くと、で、シャッフルタイムと、よいしょ。まあこれこのまんまでいいか、いいか、まあこっちでも多分いいでしょう。で、あー、正解だ、合流こっちか、合流される側かな。あ、なんかタクが左行ったんですけどね、これは、あ、 Y の方行ったんだ、
これ合流される側だからこのまま走ってきゃいいんだ、やったぜと。この道なんかさっき来たような気もするな。まあいいや。いやでかいビル、いや夜走ってる、みんなまだ働いてる、頑張って。いやごめんなさいね、ごめんなさいね、僕仕事終わっちゃった、ごめんなさいね。いやよし、銀座箱崎方面車線 OK。 まあでもなんかもう何回も行ってる気がするんですけど、ロードスターなんか自然にやると車線大体合ってるんですよね。ほんと不思議。なんかもうカーシェアの車の時ほんともうなんかこう車線の俺どこにいるんだろう、どこにいるんだろうとかもビクビクしながら運転してる。あーダメかダメか、この渋滞に巻き込まれるのか。え、これ右側に行けってやつ、あれさっきと同じじゃね死んだあーさっき1いいねの運転で俺入れてあげたから、俺のこと誰か入れてくんないあーやべえやつだ俺、あーやべえやつだ。どっかこれどこで入れて、なんかでもあれ行けてるよ、なんかずっと行けてるよ。どこで俺引っかかんのこれ。さっきでもさっきどこだったっけ、なんか橋の下ぐらいでなんか、あーここか、そうだった、ここで俺1いいねもらったんだった。あもらったんじゃね、あもらった1いいねもらったから今回1いいねあげよう。なんかちょっとすいません行っていいですか。あーダメって言われちゃった、すいません。あー入れていただきました、ありがとうございます。1いいねを相手に与えます、ありがとうございました。おっとなんか合流したがってる車いるぞ、こいつ大丈夫か。お、いいのか分かんないんだよな。いやうん、どうしてあげたらいいのか。合流したがってるから入れてあげようと思ってブレーキしたら向こうもブレーキ踏むってよね、分かんない。あの橋脚で何人死んでんだろう、絶対死んでますよね。あー次また橋脚来るし、あー怖い、あー怖い。あそっか、さっきここでしくじったんだ、ここでなんか右にいてしくじったんだ、違ったかな。まあとにかく左の方に行って、江戸橋ジャンクションかな、ここ当たってたら嬉しい。このカーブをグーンって曲がるのがあのロードスターと、まあ自分の中ではまあまあ綺麗に決まるので、まあ好きなんですけど、やっぱ右側行った方がいいかな、これわからん、右側行っとくか。あれあ違う、右側上野だ。危ない、おー危ない、おなんかしくじった、なんか調子狂っちゃってめっちゃブレーキかけてます。はい、他の車いなくてよかった。いやそっか、上野に行くのか、難しいなそこ難しいな、上野行くのか。いやでこのぐらいのちょっとゴールが見えてきたぐらいの、初号ゴールが見えてきたぐらい、いや帰りたくなくなるんですよね帰りたくない、あーもっと回りたい、もう一周しちゃおうかな。でもな今日渋滞あるんですよね、もう一周しちゃうと。まあなんか綺麗にあれレインボーブリッジも取れたし、いや多分まあ普通に帰っとくか。そう、もう家出た時と全然違う、もう今ルンルンなんで運転楽しいって感じなんで、初号楽しいって感じなんで、ロードスターありがとうって感じでルンルンなんで。あれ前の車86かな、分かんない、知ったかしました、86じゃないかもしれません、分かりません。86パイセンについていきます、多分86。こういう前にトラックとかがいてくれて言い訳ができる状態でゆっくり走れるのもいいんですよね。オープン走行でこうゆったり風を感じながら
あのすみません前の方にトラックさんいるんでって感じでゆっくり走れるっていうね。あーこれやべ行っちゃった。あーこれ86様どうするか、86兄貴どうするのか。で僕も新宿方面行くんだったらここら辺で車線変更をしなければいけないはず。あシャッフルタイム来てますね。みんな車線変更してますね。僕も車線変更しよう。白いから車線変更していいはず。あここねなんか車線減少するんですよ突然。調子乗って左の方とかいると車線減少して泣くんですよね。でこれどっちだっけな、どっち合流するんだっけな。あ2車線あるやつか。 OK で新宿出口が右側なんで、であの僕が勝手に第三東京タワーって呼んでる NTT のどこのビルが見えてきました。あれもまあ割と好きです。あーもう終わりが近い。あーもう新宿出口が近い。切ない。こんなに気分がいい首都高オープンドライブが終わってしまう。今日のドライブが終わってしまう。あー今日のドライブが終わっちゃう。おうどこを見る元気か。おうおうなんか後ろからお車が、後ろからお車が、まあちょっと落ち着いて普通にゆっくり曲がります。このカーブ、次のカーブなかなか怖いですからね。よし、OK。まあ初心者なんでいろいろビクビクです。あ次だったか。ちょっとビクッとするのかな。まあ左の方にちょっと車いないんでそこは。なんか安心感がありますね。多分速度を維持して曲がれた気がします。たまにあの油断すると速度曲がりながら速度が落ちていて、あのたまに後ろの方から怒られたりするんですよね。あと坂とかね、最近減ってきたと信じたいんですけど、あまだまだ油断がありません。おここ怖えな、ここ怖えな、怖えな、隣に車いるし、あー怖えな。なんとかなりました。後ろの方もあだいぶ距離維持できてんじゃないですかね。後ろの車と多分大丈夫じゃないかな、うん、まあ後ろの方もそんな煽ってこないんでお怒りじゃない気がします。あー新宿の終わりが近づいてきた。さようなら首都高、ありがとう首都高、今日も楽しかったよ首都高。はいはいはい出ました、名物新宿出口。あ後ろの方越して来ましたね最後ね。お疲れ様です。お終わったー、ゴールだー。この天空への道、おお終わった。あ終わった。でまさかここでの合流ね、ここで合流ね、この道に合流するんだっていうね。けど都庁の近くとかですよねここね、確かね。はい今 ETC が支払い料金300円だって言ったんで、今日の300円も大成功です。はい、じゃあ今日の撮影はこんなもんで、お青だからもういけるぞ、やったぜ調子いいじゃん。なんか今日は道が空いてて東京街中ドライブも楽しいっすね。新宿こんなに空いてるのあるかな。もうちょっといつもなんか車いるんですけどね。いやいい夏の夕べだ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは旅ロードスター中心に発信していきます。
心をオープンカーのように開いて、いいね、チャンネル登録お願いします。